はい、皆さんこんにちは、こんばんは、いもです。今回はですね、みかんの剥き方について実況していきたいと思います。まずこちらの画像を見てください。こちらね、僕が剥いたわけではないんですが、彼女が剥いてくれたんですね。そしたらね、こんな器用な剥き方をしたので、これどうやって剥いてるのっていう風に言ったら、まあ動画撮っていいよということだったのでね、それをツイッターに上げたら、ちょっとツイッターの方でね、反響が大きかったので、 YouTube の方でもね、ちょっと上げたいと思い、皆さんにね、この剥き方をね、伝授したいと思い、この動画を撮りました。それじゃあね、僕の実況動画、はい、みかんの皮、まあ、くだらないことなんですが、いつも戦争ばかりでね、ちょっと、まあ、荒々しい感じなんですが、今回はほっこりする動画で、よければ見てってください。それじゃあ、こちらの動画を見てください。はい、始まりました。とてつもなくね、こちら一つ自慢話をしていきたいと思います。彼女のね、手がとても綺麗。ツイッターのリプでも飛んできましたが、いや、大事なことなどね、こちら2回言いました。彼女の手はとてつもなく綺麗でございます。こちらね、なぜこういう風にみかんを優しく剥いているかというと、こちらね、みかんの汁がちょっとね、爪でこういう風に柔らかくね、こう引っかいてしまうと、汁が自分の目に飛んできてしまうので、ゆっくり剥いてます。女の子を扱うように、ゆっくり優しく、皆さんやるときはね、ぜひ剥いてください。皆さん2回大事なことなので言います。ゆっくり優しく、女の子を扱うように綺麗に剥いてください。こちらね、本当に綺麗ですよね。上下をもう剥いて真ん中だけ残すっていう形にすると、ああいう風に一直線の形でできるんですけど、まあ僕がやったらね、まあ僕は本当に不器用なので、まあぐちゃぐちゃになりました。もう全部剥いてありましたね。ブシブシブシって剥いて、もう全部食べてありました。うん、美味しい美味しい。もう、いや、だって剥き方ね、どうでもいいでしょうとかって、そういう問題じゃないんだよっていう風に彼女に言われました。まあ正論でございます。まあいかにね、綺麗に食べるか。まあみかんもね、やはり生き物というか、まあ生物でございます。生物まあね、果物でございますね。まあ感謝をしてね。ああ、こうこう話しているうちに、みかんも綺麗に剥けました。なんとも、まあ、綺麗な手で器用です。まあね、ここで僕とね、彼女の出会いを皆さんにね、話したいと思います。あれは、夜中だったかな。肝試しに行った日。まあ、本当に懐かしいですね。まあまあ、男女ね、グループ一緒に行くじゃないですか。うん。まあ、その班でね、僕はちょっと一人で省かれていた状態なんですが、彼女がなんとね、声をかけてくれました。何々くん。あ、芋くんでいきましょう。芋くん、一緒にね、肝試し行こうよ、みたいな。いやー、すごい。まあ、こんなね、陰キャな僕にでもね、ちょっとね、もう声をかけてくれる天使が、もう天使のようでしたね、まるで。もう憧れ、まあ、尊敬の部分。まあ、彼女の好きなところといったら、その尊敬できる部分。まあ、誰にでも優しいと言いますかね。まあ、なんて言いますか。まあ、語ればね、もう本当に3時間。いや、3日間はまあ、持たないでしょうね。まあ、本当に話すこと山ほどあるんですが、まあ一つね、彼女の本当に尊敬できるとして、やはりね、知らない世界を僕にこう教えてくれましたね。やはり僕は陰キャで引きこもりだったんですが、彼女が手を引っ張ってね、そのね、未知の世界に連れてってくれる。まあ、YouTube を始めたらいいんじゃないっていうこともね、彼女から教えていただきました。まあ、そこから一つね、僕は仕事をしていたんですが、何かこう刺激が欲しいなと言ったら、彼女が YouTube を始めてみたらいいんじゃないということをね、言われたので、実際にね、始めてみました。いやー、本当に素晴らしい彼女でございます。みかんの剥き方も素晴らしい、性格も素晴らしい、尊敬もできる。いやー、僕にはもったいない彼女でございます。それじゃあね、皆さんもいいクリスマスになれるように、祈っております、僕は。はい。ね、もうデートに行く人、はい、引きこもる人、ゲームをする人、やはり様々な人がいると思います。それでもね、皆さん、彼女いる人たちを恨まないでいてあげてください。やはりね、皆さんも、クリぼっちというものはね、やはり、みんな通る道でございます。はい、僕も通りました。いや、なんで、いや、マジ、強がってましたね。いや、もう大丈夫でしょ、みたいな。はい、でも強がっててもね、やはり、とかね、人間は物悲しいところがありまするでございますね。うん。ですからね、皆さん、妬まないでね、必ず来ます、皆さんにも、チャンスが。いや、来なかったら、それはチャンスを逃してるだけですからね、皆さんね、これ、それは自分を恨んでください。はい、世界を恨まないでください。じゃあね、ここで、まあ、ビガの実況動画と言いつつ、まあ、自分の彼女の話、はい、もう、出会いまでね、ちょっと語ってしまったんですが、軽くね。そちら今回はね、おしまいにしていきたいと思います。ここまでね、聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。明日はね、COD モバイルね、動画を上げていこうと思いますので、こちらは休憩として、良ければ見てってください。それじゃあ、またな！